ご視聴ありがとうございます。ピクミン4の、ストーリーを進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、まあなかなかね、やっぱね、ピクミン苦戦し始めてますね。難しいなと思いますんで、まあただね、難しいながらも楽しいなと思いますんで、どうぞ今日も進めてまいりますんで、よろしくお願いいたします。花吹雪の楽園ですね。もう調査率 87% なんで、まあもうかなり終盤だと思います。で、おそらく今日はですね、洞窟と残りのとこを回って、終わる予定でございますので、よろしくお願いします。はい、早速到着いたしました。到着しましたので、ですね。ね、いいですね。確かに花吹雪ですね。13日も花吹雪がある。13日も実際やってないのか。はい。まあ、ここはですね、やっぱりおすすめピクミンはですね、黄ピクミン、青ピクミン、氷ピクミンということで、まあ、一応、まあ、洞窟入るんですけど、いきなり。まあ、この子たちとね、一緒に行こうと思います。ね、早くね、氷ピクミンのね、オニオンがあると思うんですけど、氷ピクミンのオニオンはないのかな？ありそうですけどね。でもなさそうな感じもするなぁ。はい。で、まずドローンで確認です。まあ、ほとんどお宝は取り尽くしてますね。まだ 13% ですからね。で、一箇所まだですね、洞窟行ってないとこがありまして、これ意外とここから近いんですよ。で、そこは行ってませんので、まあ、ちょっと前回見ていただいた方はお分かりだと思うんですけど、電気のね、なんか犬みたいな、その子の、あ、ここですね。はい、ここの洞窟に今回は突入していきます。ここでね、電気の犬と、なんか戦いましたよね。で、なんかここにマトリョーシカのね、お宝があって、っていうような、場所でしたね。やっぱお宝反応しますね。はい。はい。まあ、こんな感じですかね。で、ここは閉じてますね。ここはあれですよね。段取りバトルの場所でしたね。また入られるとこもあるからっていうので、閉めてますね。うん。まあ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 、こんな感じで、もう周りほとんどないですね。あ、懐かしいですね。もうなんか結構前な感じしますね、もうね。もうね。うん、まあ大体この地方もう完璧に終わってますね。はい。では、多分今回はいきなり洞窟に突入すると思います。で、この洞窟がですね、案外実は難しくて、すみません、ちょっとね、時間を何度か戻した関係で、フロアの表示がね、ちょっとされないみたいなんですよ。時間を戻すと。なので、それがね、あ、こいつ時間戻したなっていうのがわかりますんで、はい。秘密のね、これね、すいません。壺庭って読むんですかね。ちょっと私の国語力がなくて大変申し訳ないんですが。ちょっと今、読み仮名をちょっと検索しておきましょうかね。この説明してる間にね。わかってんのかな？庭。これ読み方合ってんのかな？あ、合ってますね。壺庭でいいみたいですね。はい。今すいません。ことバンクっていうサイトを確認したら、壺庭で合ってるみたいですね。はい、ありがとうございます。というわけで進めてまいります。もういきなり目の前にね、お宝が見えますけど、はい、じゃあちょっとじっくり行きましょうか。一回確認かな、ここもね。もう洞窟なんですけど、まあ、そんな広くないのかな、ここはね。はいはいはい、こうなって、ここで引っ張るんですね。で、ここに青ピクミン。青ピクミンがいますよね。あの子とか水のメインですもんね。ここにもね、青ピクミンがいますね。もう完全に県外ですね。罰になってますね。はい。で、ここに、ここが今、拠点ですね。で、ここに、あれなんだ、あれみかんですかね。みかんっぽいですね。で、なんかキノコがあって。まあ、ほんとね、頭つかないとダメですよ。もう、ただ突撃だけじゃね、ほんとね、ピクミンの、ね、殉職者を出すだけ。あ、これも魔物ですから、魔物っちゃいけないんだ。魔物はね、あれだ、ゼルダの手ですね。生物ですね。氷ピクミンがいるんで、まあ、生物は凍らせればいいかなって感じですよね。やっぱりなんかあんまりキラキラにはならないので、まあ、本当に凍らせて、まあ、ある意味ね、通り道だから、ちょっと排除するみたいな感じになっちゃうんでしょうけど、ね、まあね、排除ってことはあんま好きじゃありませんけど、まあ、どいてもらうってことですね。はい。で、これも、
これ見ると向こうが行けるようになるんですよね。あ、近道にもなるんですね、あれはね。この先、生物はいな、あ、いないですね。あ、ここにね、水、青ピクミンがいますけど、これ引っこ抜かないといけないですね。降りて、あれですね。単独で行かないといけませんね。はい、切り替え。まあ、落ちんでもいいと思うんですけど、まあ、あえて、あ、行っちゃいましたね。あ、これ解散しないとついてきますよね。本当にこれちょっとピクミンは溺れちゃうので、まあ、どうかどうかお気をつけいただきたいと思います。はい、あ、これで大丈夫ですね。で、青ピクミンも、ね、本当大活躍ですね。うん、はい。で、これで合流できましたね。これであれですかね。この、ああ、押せてますよ。はい。はい、集合ですね。合流しちゃいますかね。これで、ああ、そうでしょうね。まあ、段取りとしてはいいですね。なんかね、たまにこれやって、あれなんか蜘蛛の巣みたいなので潰すんだけど、なんか蜘蛛みたいなのが起こってきますよね。なんか、難しいですよね、この辺がね。あれなんか戦ってますね、あそこでね。ちょっと行ってみましょうかね。あれ、キノコ壊しても何も出てこないのかな。あ、これ葉っぱがいますね。これ葉っぱの方でもちょっとびっくりしちゃいますね。まあ、悪魔さんのあれですよね、でも。あ、凍らしてますね。これなんでしょうね、お手隠しみたいな感じでしたね、今ね。氷はほんと強いですね。氷ピクミン、なんかある意味最強なんじゃないかなって思ってきましたね、今ね。あともう一個お宝がありそうですね。うん、宝、あ、なんかありましたね、奥の方にね。これは、あれかな、資源が出てくるだけですかね。これはこれが出てくるだけですね。はい。で、奥に行くと、なんかありますよね。みんなで合流してから行くんですかね。まあ、段取り的にはね、そんなにいいかっていうと、あんまり良くなかったですね、今ね。ここの、なんだっけ、花吹雪の楽園には出てこないんですけど、次のやつだと、何や、透明なやつが出てくるのは、あれがね、ちょっとやっぱびっくりしましたね。まあ、倒せるからね、良かったんですけど、あれ、倒せなかったら本当マジなんで。嫌になっちゃいますね、ゲーム的には。あー、来ましたね。罠ですね、本当に軽いね。まあまあまあ、そんなに強くはないですからね。普通に倒せますよ。これで全滅ですかね。あ、全滅ですね。はい、よくやってる。アヒルちゃんがいますね。アヒルちゃんって可愛いですよね、本当に。実際のアヒルも可愛いですよね。特にちっちゃいとね。大きいとね、もう大人になってますからね。もう堂々としますからね。これで全部ですかね、お宝はね。あ、そうですか。青ピクミンはまだ花になってないんですかね。一生懸命運んでくれてますね。本当ピクミンには本当日々感謝でございます。ありがとうございます。はい、あ、回収しましたね。はい、これで全部ですかね。はい、じゃあ、まあ、せっかくここまで来たから合流してそれで行きましょう。じゃあみんなとね。はい、次の回ですね。そうだ、大変だね。ここはね、まだ凍ってるんですよね。はい。で、合流して。あれ、一匹、どっか、あ、いましたね。はい、よかったよかった。はい。じゃあ、みんなで行きましょう。はい。じゃあ、これ2階ですね。ピクミンはあれですね。価格になることがあんまりないですね。ゼルダの伝説ですと、
コログの森とか行くと結構カクカクになる場合がありますけど、ピクミンは今のところカクカクは発生してないですね。そんなに重くないんですかね、内容としてみたら。あ、ゼルダは重すぎますよね、内容としてみたらね。これは、ああ、はいはい、激辛エキスですね。ほんと助かりますね、激辛エキスは。あ、カエルの、カエルさんの鳴き声みたいなのがしますね。近くにいますかね。ああ、いますね。これね、こういうパターンって私意外と難しいなと思ってて、まだね、青ピクミンが少ないんですよね。で、ほんとは、これね、ちょっと水食らっちゃうんですよね。ごめんなさい。倒せるかなと思ったら、そうなんですよね、すいませんでしたっていうので、まあ、氷投げればよかったんですけど、ピクミンがここにいますね。 あれ花筆じゃないですかね。今お宝が見えましたね。さすが任天堂さんですね。まあ青ピクミンだけで倒せると思うんですけどね。あ、倒しましたね。これを凍らなかったんで、お持ち帰りできますかね。お持ち帰りです。あー、黄色ピクミン。すいません、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 すいません。あそこにもね、水の罠がありますね。これね、水も嫌ですけど、火も嫌ですよね。火とか、あと電気もありましたね、どっかね、あれね。でキピクミンがいないのに、なんで天気のやつなんだよとかって、あれ次のストップ、あれですかね、すいません。次の、楽園かもしれない。楽園っていうか、マップかもしれないですね。どこ行っても楽園っぽいのがいいですけどね。はい。で、この上にですね、枝みたいのがあるんですけど、それをね、伸ばしたりとかしますので、これなんだろう。これすいません。あ、ここからやるんだ。この上から、キピクミンを投げると、この枝を掘り起こしてくれますので、これを掘り起こしたら、今左側にある、まあちょっとした台地みたいなのがあるんですけど、あそこに花札があるので、あれ持っていけるんでしょうね。はい、こうみんなに登ってってますよ。すごい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 。そんな行く人数で。あ、よかったよかった。取れましたね。桜ですね。やっぱさすがですかね。ここのね、楽園が、花吹雪の楽園ですからね。やっぱり桜の、やっぱ花札をね、置くという任天堂の、こう、憎きエミスですね。任天堂ってやっぱり花札なんですかね。トランプとかね。で、まあ、皆さんのお家に花札があるかどうかちょっと私存じ上げ、あ、これね、雲がいますね、ちなみに。この後戦いますけど。皆さんのお家に花札があるかどうか存じませんが、大体花札って任天堂製じゃないですかね。あ、キウイがある。キウイ美味しいですよね。あ、キウイ食べたいな。で、これがなんか、これベルですね。これね、すごいですね。あ、まあ明らかに動いてますよね。もう明らかに怪しいですよ、これね。雲がいますけど、先に水をね、やっちゃいたいですね。あ、まだ黄色を投げてる。黄色を投げない方がいいですね。あ、終わりましたね。はい。じゃ、これで、どうですかね。一斉に行った方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。もう雲って意外と強いですよね。最近気づいたんですけど、ね、意外とやられますからね。時間が落ちてる原因の一つに、ね、雲にね、襲われちゃったりとかありましたね。そうだね。これで近くなりましたね。持ってっちゃいますかね。持ってっちゃいますね。これで大丈夫で、あと資源を、ね、貴重な貴重、あ、雲がいる。
おお、なんとか倒しましたね。よかったよかった。あ、氷で倒したんですかね。こんな感じでね、雲がたまに襲ってきますからね。やっぱほんと物運んでるからって油断しない方がいいですね。カエルちゃんの声が確実にしますね。もう今の時期だとね、あんまりカエルちゃんいないですけど、梅雨時になると道路にね、川の横とか、あと公園の横とか、カエルちゃんがね、多くて、なんかこう、車で走ってるとね、なんか悲しい思いしますよね。さすがにあれだけの数はよくあるんですよ。っていうように、もうなんかたくさんねカエルちゃんがいる場合がありますけど、あ、ここにもいますね。これでも大丈夫ですよ。突撃でね、やっぱりこうなんかある意味一撃必殺というかですね、そんな感じにした方がいいですね。やっぱね、これも大丈夫ですかね。あ、大丈夫そうですね。ここは石だから特別何もなさそうですね。あとはね、はい、1名救助ですね。なんか雲のあれキラキラはあんまりないでしょうね。でもすごいですよ、よく見たら8200ももう溜まってるんですね、キラキラが。はい、 ID 誰でしょうか。はい、これは、あ、学校の先生ですね。学校の先生も来てるんですよね。部活の遠征ですごいですね、青函移動するんですね。すごい世の中なんですね、彼らは。はい、でこれでお宝はもう終わりですね。あ、この方は特に問題なかったですね。なんか一回も時間戻してなさそうですね、なんかね。あ、でもね、カエルちゃんいますね、まだね。これ気をつけた方がいいですね。カエルちゃんがいるのはちょっと立ち悪いですね、なんかね。この辺ぐらいまでやっぱり順調なんですかね。あ、すいません、これ何日目っていうの忘れてましたね。これね、すいません、13日目です。すいません、大変失礼いたしました。あー、集まって集まって食われる。カエルね、こっちにおびき出せるといいんですけどね。こっち来い、こっち来い。あ、来た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 。こうなるとね、凍りますからね。よし、いいですね。これでも原生生物もね、本当は回収した方がいいのかな。どうなんだろう。で、これで資源をね、持っていきましょう。15個は助かりますね、本当にね。でも爆弾とかガンガン作ってると資源って本当あっという間になくなりますからね。結構ね、まあ、ここでもそこそこ使ったと思うんですけど、次はもうガンガン使ってますからね、爆弾。もうむしろ爆弾で倒すようなもんですよ、本当。そのフロアボスみたいなのがね。なんかちょっとその辺、なんかちょっと割り切り始めちゃいましたね、私もね。はい。で、全員揃いましたね。はい。じゃあ次のフロアに行きましょう。もうなんか出口ここでしたよね。あ、そうですね。いや、出口じゃなくて階段ですね。次のフロアですね。はい。そう、一度来たフロアは楽ですよね。確かにそうです、楽でした。これ結構ね使う技ですよね。なんか強いのがいるとね、避けたりとかしますもんね。そう、とりあえず倒して後でゆっくりお宝を回収するっていうのもやり方としてはありだと思います。
無理しちゃいけないと思いますよね。まあ段取りも大事なんですけど、やっぱり無理しすぎちゃうと重症者がもう半端ないんで、ピクミンのね犠牲をもう厭わないっていうならね、もういいのかもしれませんけど、ちょっと私としてはね、それはちょっとあんまり好きなやり方じゃないんで、まあ、どうしてもしょうがない場合はね、あれですけど、なるべくね、やっぱりね、ほんと申し訳ないですけど、ね、うちのチャンネルどうもね、やっぱりね、お子様が特にピクミンはね、どう見てもやっぱり子供が見てるっぽいんで、すいません、子供、大人じゃないんじゃないかなと思うんですよね、なんかね。なんとなくね、視聴者層を見てると全体的に若いような気がするんですよ。なのでやっぱりね、すいませんけど、なるべくそのピクミンの殉職者が出るのはちょっと避けようかなと思います。でも、どうしてもちょっとクリアできない場合はね、やっちゃうかもしれませんけど、なるべくねっていうことでやっております。お、キウイ、これを切れてますね。誰が切ったんでしょうか。さっきのキウイは丸でしたけどね。これはオニオンがありますけど、あ、吸えてますね。氷もまだ鼻の子がいなかったですね。ああ、そうかそうか。はい、でこれどっかボタン、あ、ボタン押すんじゃないんだな、これ開閉式の鉄の柵じゃないですもんね、あれね、あれね。これは明らかに何か生き物を感じる。あ、生き物じゃなかった。あ、やべ、出てきたよ。なんでしょうね、この、ババロアみたいな。ババロアみたいなやつ。なんでしょうね、この子ね。なんか悲しい亡くなり方しましたね。あ、でもこれは、これで原生生物なんですかね。あ、塊ですね、やっぱり。一応持って帰ってますよね、キラキラを。あれ多分キラキラ、なんか黄身みたいなやつ、あれキラキラなんでしょうね。なんかね、卵の黄身みたいなやつ。あ、プラス3だね。やっぱりキラキラレベルとしては、やっぱり、生物はそんなでもないんですね。今ね、右側のお宝を無視して、突入してますね。いいんでしょうかね。まあいいや、行きましょう。はい、これを、あ、音がする。何かいますね。何かいますね。なんだろう、葉っぱかな、葉っぱっぽいですね。あ、やっぱ葉っぱですね。あ、葉っぱ、あ、でも持っていけるんですね。はい。オニオンがありますんで、これは効率考えるとまずオニオンですよね。で、これが多分、縦穴資源ですかね。あ、まだ出てきそう、まだ出てきそう。結構折れますね。すげえ掘ってる。まあありがたいですよ、本当に。まだ掘ってますね、すごいね。大丈夫？ああ、大丈夫ですね。みんな持って帰りますね。はい、じゃあ行きましょう。こちらですかね、生物の妨害はないですから。あ、して一匹いますね。あの、ババロアみたいなやつ。あ、これ、オニオンじゃなくて、ガーリックですね。失礼しました。ガーリックです。なんでしょうね、あの、ババロアみたいなやつね。ここはあれですね、じゃあ次のフロアに行く道ですね。で、あ、水の罠がありますね。これやっときましょう。黄色投げた。あ、投げてないか。よかったよかった。あ、金塊があるじゃん。すごいすごい。何でしょうね。あ、戦ってますね。じゃあちょっと仲間になっても欲しいので突撃でやっちゃいましょう。OK、大丈夫ですね。よし、これで原生生物は、終わりですかね。終わりですね。じゃあ、金塊先じゃない？あ、こっち先行くか。
あ、届かないね。向こうからでしょ。あ、水やっといた方がいいですね。これ罠ですね。あ、壊れましたね。罠だよ、これ。黄色で落としたらいきなり水食らうわけですもんね。あ、卵がいますね。あ、なんか危険な香りがする。大丈夫かな。あ、やっぱそうだよね。そうだよね。このパターンありますよね。このババラ縦に伸びるんですね。これ多分ね、正式な名称あるんでしょうけど、あの図鑑見るとね、わかるんでしょうけど、すいません。あの、ちょっと図鑑見る余裕がないプレイヤー。で、君だけ残るんですね。これ一応生物なんですよ。なんか食べ物っぽいですけどね、なんかね。あ、食べ物あんな動かないんですけどね。あ、ここからでいけんじゃん。で、次、金塊を。ね、金塊15、15人必要ですね。はい、じゃあやっちゃいましょう。すごいですね。今、金高騰してますからね。これでおいくらぐらいになるんですかね。すごい塊ですよね、ほんま。日本は昔でも金山がたくさんあったの。まあ今も金山跡っていうのがありますけど、相当の金掘ってるんですよね。世界の金の産出量のね、ほとんど3分の1ぐらいですか。まあ、日本だったらそうなのかと思う。恐ろしいですよね。なんであのお金今ないんですかね。あのお金どこ行ったんですかね。海外の誰かが持ってるんですかね。それか日本で誰かね、埋蔵金みたいな感じで持ってるんですかね。で、これで奥に進みまして、奥に進みましてですね。あ、あ、行きましたね。はい、すいません。あ、でもちょっと今一瞬カクってなりましたね。この瞬間カクるぐらいですね、でもね。はい、じゃあ参りましょう。近くに遭難者がいるってことは、ここはあれですね。ちょっとなんか、ボス的なやつと戦いますね、じゃあね。このね、上のあたりにね、いますので、で、これ右側にはね、お宝があるんですよね。これね、ちょっとね、工夫次第ではそんなにダメージ食らわないでいけるはずなんですよ。で、はい、はい、大丈夫ですね。はい。あ、時間戻す。時間戻す。なんで時間戻すんだよ、これ。すいません。あ、そうだそうだ。これ、ツイート見ちゃったからだ、多分。すいませんでした。はい。時間戻します。特になんか、ピクミンがなんか、殉職したってわけじゃないんですね。はい、じゃあ行きましょう。行って。行かないです。あ、行きましょう。行きますね。はい。これ、あれですかね、プロコンの反応がちょっと悪かったのかな。今のはなんかちょっとプロコンの反応が悪かったっぽいですね。実はですね、私、の反応がすごい悪いことがあって、あのスティックの戻りが悪いんですよね。で、戻りが悪いか反応悪いかなんで、プロコン買い替えた方がいいかな。そうね、あの画面が出て止まっちゃうときってね、もしかしたらね、コントローラーの不調かもしれないんで。はい、じゃあ行きましょう。で、このね、上側に今上がってるところなんですね。このところにですね、あの、ボスがいますんで、ちょっと地図で説明しますと、そういう感じなんですね。その右奥に行くと抜け道になるのかな。で、ちなみにここ4階です。なので、そんな感じのルートのはずでございますので、はい、じゃあ行きましょう。これなんだっけ、いますよね。あー、思い出した。はい、これなんですよ。これ凍らさないといけないんじゃなかったっけ。あ、ウォッチンが食われてますね。あ、もう凍りましたね。これチャンスです。で、これ出てくるんですよね。で、これでチャンスなんですよ。もう凍りましたからね。もうあなたはもうポコポコにするだけだと思うんですけど、で、これで一回戻って、多分ね、またね、水を出すと思うんですけど、出しましたね。で、これで水に守られてますね。で、あーなんかマジか。本体が飲み込まれましたね。でも、排出されましたね。犠牲者が出ました。
でね、氷ピクミンはね、もう確実に凍りますので、遅いですよね、ちょっとね、凍るスピードが。あ、凍りましたね。これで突撃して、ボコボコにする。また凍りますね。で、これ多分これで倒せますね。よし、行きました。で、ああ、いいですね。生存者がいましたね。で、ゲートも開けましたね、これでね。これがね、右下の、あれですよね。ゲートの部分ですよね。で、激辛も手に入れました。で、これはまあ、エキスをちょっと、そっくりと燃えましょうか。あれ、氷で最後凍らせなかったら多分あれ持って帰れたんでしょうけど、まあ、でも大したキラキラにはならないでしょうね。で、この先が多分脱出する場所ですよね。あ、なんでしょう、能面がある。あ、そうだ、思い出した。これ能面ありましたね。そうそうだ。これ能面っていうのは、こう海外の人見たらどう思うんですかね。あ、これ日本側だよね、とかって思うんですかね。ヘリー。でも昔のに、まあ、今でもそうですけど、日本の人って表情がないってよく言いますもんね。ぼーっとするときとかね、普通に歩いてるときとかね。まあ、ニコニコしながら歩いてると、なんかね、変態扱いされるときがありますからね。もういないと思うんですけどね。あ、そうですね。資源ですね。資源じゃなくて資材か。そうだ、資材ですね。はい、お宝回収できて。このフロアもうこれでおしまいですかね。あ、もうなしですね。はい。で、この洞窟はこれで以上ですかね。はい。で、まあ、これで、まあ、洞窟これで終わりなんですけど、残りはね、ちょっとあれですね、花吹雪の楽園の残りのね、キラキラなんかも回収してまいります。はい、地上戻りましょう。お疲れ様でした。まあ、ピクミンもね、増えましたね。まあ、多分コンプリートだと思うんだけどな。二人救助できましたね。キラキラ、結構キラキラ集まりましたね。お、1000ですね、すごい。100% ですね。そうですね、で、これで、そうですね、花吹雪の楽園の洞窟は全部終わりましたので、あと残りですね、まあ、そんなにないと思うんですけど、でもやっぱりね、回収してないお宝とかまだ若干あるんですよね。資材もね、結構ありますよね。はい。じゃあ戻ってきましたので、ああ、こんな扱いなんですね。で、まあ10人増えるんですよね。ピクミン連れていけるピクミンですね。はい。でもまだ、まあ、時間的には午前中って感じですかね。はい。残り時間はですね、探索に費やそうと思います。で、お願いでちょっと探しましょう。まだね、あるんですよね。どれぐらいなんだろう。まあ、想像するにっていう感じなんですけどね。あー、はい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 、こっちなんだ。あ、想定外ですね。こっちとは思わなかった。あ、ここですね。この辺ですね。あ、埋まってんだ。え、どこ？この辺適当にやっといてもいいかな。これはわかんねえよ。え、全然引っかかんないですね。え、どこ？あ、ここか。あ、なんだろう。え、なんだろう。なんか壺みたいなのが出てきそうですね。キピキに全力で行く。お、なんだこれ。湯飲み？え、なんだろうね。
ちょっと遠い、あ、遠かったな。ちょっと申し訳なかったな。ね、東海道線、これ多分ともね、昔懐かしい東海道線ですよね。横浜あたりをね、走ってる。うん、そうですね。ここに拠点移して。あれは東京どこを走ってたんですかね。まあ、東海道線通ぐらいだからね、静岡の方まで行ってたんでしょうけど、東京から。さあ、あとどれぐらいありますかね。あ、エリア 100% ですね。行きましたね。あ、もうなしですね。あ、やったね。じゃあ、あとは、資材類をちょっと回収して終わりにしましょうか。あ、もう午前中のこの時点で終わったんですね。これね。あらら。残り1個だったんですね、要はね。で、原生の子たちももういないですもんね。これ資材、こう、ああ、ここですね。ここは意外と取れるんですね。何回も取れるんだ、こう。まあ、でも終わらせてもいいと思うけどね、別に。行かなくてもいいと思うけど。まあ、まあ、やりましょう。これで全部で持って、あ、全部で、あ、逆に余ったぐらいですね。資材が300近くまで行きますかね。これでやっとお昼ですか。さあ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 、もう別にね、やんなくてもいいんですけどね。まあ、資材はね、あれば助かりますんで。もうないんじゃないかな。なんかありましたっけ。あ、これでもうあれですね。多分、青ピクミンをちょっと増やしたいんじゃないかなと思うんですよね。うん、そうですね。まあ、引っこ抜くのはね、ちょっとね、面倒なんですけど、でもちょっとこのね、ペースでいきましょうか。でですね、ちょっとね、次がですね、実は、今、収録をやっているんですが、次のとこがあるんですけど、そこはね、まだ実は終わってないんですね。で、編集もちょっとまだ始まってないので、おそらくね、ピクミン一回お休みになるかなって感じですね。はい。ちょっと1店舗開くかもしれないんで、ちょっとあらかじめご了承くださいから。次回はそうなりますね。もうあなたに向いてますね。新人が。新人合流でしたね。はい。7人ちょっと暇なピクミンがいますよ。時間相当余ってますからね。気づいてないですね。暇ピクミンがいるのが。拠点移しましたね。お、もう、キピクミンを準備し始めましたね。これ理由が分かってないですよね。多分ね。そう、7人ね。そう、7人、暇人がいるんですよ、どっかに。気づいてないですね。あ、やっと気づきましたね。あ、呼びますね。ピクミンを増やしたいのは分かりましたけど、これ大丈夫ですかね。ああ、大丈夫ですね。はい、じゃあこっちに帰ってもらいましょう。ああ、オニオンに一匹生まれてますね。はい、青ピクミンがね、また5人増えますんでね。そうですね、次のステージもね、やっぱなかなか難しかったですね。もう、本当に、そういうことも何回時間戻したかっていうのがありましたので、ここでもね、ありましたけど、実は次回でもね、ありますのでね。まあ、ちょっとね、苦労してますね、今もね。やっぱピクミンは、まあね、難しいところは難しいんでしょうけど、まあ、簡単ですよとはね、ちょっとやっぱ
気軽に言えるような感じのゲームではないなっていう。これね、やっぱりお子さんのような、やっぱりね、柔らか頭には溺れてますね。溺れてますね。なんで溺れるんでしょうか。はい、もういいですよ。はい。で、まあ、これでほぼほぼ終わりじゃないですかね。まだやることあるんですかね。もうそんなにないですよね。うん、まあ、綺麗に片付きましたね、ほんとね。いや、でも、ここもここで本当難しいなと思いましたね。いや、これ、2回目やると、やっぱ、ゼルダもそうですけど、やっぱ、簡単なんでしょうね、やっぱね。覚えてますからね、なんとなくね。というわけで、これで終わりになります。この花吹雪の楽園は以上になりまして、あ、そうだ、ですね、次の、あ、さっきすみません、ピクミンお休みになるって言ったんですけど、多分お休みの後に1回なんですね。で、次のステージに行く前にですね、夜の探索っていうのがあるんですよ。で、それはですね、収録終わってますんで、次回はおそらくね、夜の探索になるのかなっていうふうに考えております。ドクターにね、頼まれてね、夜の探索っていうのをやるんですよね。で、それがね、多分次回の動画になる予定ですので、お楽しみにしていただけたらと思います。ああ、難しいですね、ほんとね。難しいって言って、ほんと大変申し訳ないですけど、でも、すいません、これで、いや、余裕簡単とかね、そんなことはちょっと言えないですね、ちょっと。まあ、難しいながらもね、まあ、なんとか突破はできてますんでね、まあ、そこはちょっとね、良しとします。はい、春の息吹シリーズ。メロンは春の扱いなんですよ。なんか夏食べてるってイメージあります。あ、息吹だからいいのか。春に成長してんでしょうね。原生生物はやっぱり19体倒してあれですからね。少ないなぁ。はい。というわけで、本日の動画こちらでもう間もなく終了となります。で、先ほどもお伝えしましたが、次回はですね、ちょっと夜間戦になりますんで、夜間の戦、ほんと戦闘なんですよ。なので、夜間の戦いに臨んでいきたいと思います。はい。というわけで、本日の動画こちらで以上となります。あんな辛いの舐めちゃダメで危ないよ、本当に。はい。というわけで、本日の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。